なたです。はい、ということで今回はですね、なんとスペシャルゲストさんとコラボです。水溜りボンドさんです。ありがとうございます。すいません、すいません、お邪魔します。よろしくお願いします。全然スペシャルじゃないですけど、すいません、間違えました。レギュラーゲストレギュラーゲストとして今後もねお願いします。お願いします。やったな、こういう謝罪のやつあったな。おばあちゃんがなっちゃう。その通り、その通り言ってんじゃないの。だからそのね、おじさんが隣来ちゃってるからもうグイグイ行ってっていうふうに言ってるけど、ちょっと関係ない。その謝罪じゃないけど。はい、もうめちゃくちゃ前から YouTube を見てて、見てくださってたんですか。でもめちゃくちゃ本当に会えてめっちゃ嬉しい。いや、ありがとうございます。すいません、もうこちらこそ。もうわざわざ、はい、もう TikTok のね、うん、この王者っていうか、僕も普通に見てたんで、うん、すごいお会いできると思ってなかったんです。そうね、もう本当になんか全然属性が違うのかなと思ってたんですけど、はい、機会をいただいてありがとうございます。ありがとうございます。何でもします。ね、何でもします。タイキックとかも受けるし、熱ソースも飲むし、何でもできます。YouTube っぽいこと何でもやります。ということで今日は水溜りボンドさんと一緒に、はい、TikTok で10分間何本撮れるかやっていきたいと思います。よいしょ。ありがとうございます。10分間何本ね。なんかはじめさんの畑さんとやってましたよね、うん、一回。はじめさんの畑さんとね、うん、TikTok はやってます。やってます。はい、まあやってやってここで宣言できるほどのことはやってません。いや、見てます。はい、だからなんかプロ野球選手に野球やってるんだよねって言われた時に、プロ野球の人たちはやってないです、あやってないですってなっちゃうけど、一応ね、今そのアカウントあるのと見てはいます。はいはい、ということで、うん、やっていきましょう。やっていきましょう。とりあえずやろう。とりあえずね、もう10分始まったらたくさん撮るってことだよね。何本撮れるかっていうのなので、うん、もう何でも OK。 あーもう全然いきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは、レッツゴー。じゃあ、はい、得意な曲とかってありますか。得意な曲、得意な曲ね。どうですか。んどうですか。グリーンの奇跡。グリーンの奇跡。そういうことじゃないですよね。うん、そうですね。じゃあちょっと、ちょっと待って。ありました。あ、よかった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 。逆に、うん、あ、香水だ。香水もいけますよ。うん、知ってる知ってる。全然大丈夫、全然いいよ。もうでもなんか、ひなたちゃんが撮りたいやつをどんどん、もういろんな人に助けられて生きてる。まあね、セリにうるさいなの。セリだけはいいんだよ、もう。うち今セリにうるさいのいらないの。あいつを産むな。もうこれ以上俺ら2人でマイナスなんだから、セミもマイナスできたらね。この家嫌だなってひなたちゃんのチャンネルの人が思っちゃうからね。イメージ湧いてきましたか。はい、はい、はい、ないです。ないです。すいません、ごめんなさい。でもね、でも精一杯やれるからね、俺らは。簡単な曲とかに。はい、僕らはもういくらでもできるんで、はい、今日は。じゃあ準備はいいですか。はい、はい。はい、よーい、スタート。はい、ということで。ほらほら。よし、行こう。何がいくの。もう、それで行こう、それで行こう。それでお願いします。はい、行きましょう。行きますね。それ何するの。イメージ通り。でも、歌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 、なんとかかんとか3人って言うな、お前。全然歌詞覚えてなかった。よし、よし、はい、1個目終わりです。うん、次これだよね。あ、じゃあ幸せな歌だろ。イメージしてる。ポップやったんだけど。はい、いや、違うんですよ。ポポポおじさんなんか。あ、簡単。これこれはできた。すごいできた。すごい良かった今の。行こう行こう。今のだったら何回も。今2いった、もう2いった。今のっていくらでも出るわ。じゃあこれは。はい。手で取りますね。手で取る、手で取る。だけで。あ、オッケーオッケーオッケー。もうそれいけるわ。行きますね。忘れた。じゃあもう一回。やっぱ無理だ。本当に忘れてるわ。なんで本当に。で、あ。あ、逆になってたわ。ちょっと待って、スローで。あ、オッケーオッケー。それは見てるわ。ます。忘れちゃった。全然大丈夫です。ありがとうございます。
しゃらまあ、今の入ってたわ。今ちょっと本番で忘れちゃったけど俺。これは忘れんなよ。じゃあ本番ですか、忘れちゃったって。あ、もう知ってる知ってる、はい、知ってますか。ハゲとかもちょっとすいません。あ、簡単すごい。もうすごい、跳ねる以外もすごいやってる。あ、一番簡単。これいいわ、走ってるから。え、最後なんですか。練習してきた。練習してきた。これとこれで俺だけずっとこうやってやって。練習してた。大体今曲終わるときなんかやるだろうな。あ、そう。じゃこれやりましょう。あ、これやろうやろう、それやろう。さっき習ったやつ。うん、あ、あれね、バキューのやつ。全く同じことします。あ、じゃあかける2でやります。はい、かける2ね。うん、どうぞ。はい、これ2曲になる。これみたいな。大丈夫大丈夫。わ、これ俺とトミーのことを見る余裕ないから。俺がやってたわ。あ、これ知ってますか。あ、それやった。あ、なんとこれやりましょう。やーって、俺は俺知ってるわ。あ、ずるいわ。はい、いけます。見てないわ。ポケットか、もうこうやってずっとこうやってやってくれる。あ、確かに。もうこれでいいです。はい、キュンですって言ったらこれでいいです。はい、できるできるできるわ。いや、トミーで笑ってるんでしょ、今のは。最後、俺はギリギリ前半。これはこうなの最後。旬だから、これは。え、それ言ってないじゃん、ひなたちゃん。すいません。言うな、お前。言うんで。最後は旬なんだよ、これは。はい、じゃあこれを行きましょう。行こう行こう行こう。あ、やって、今、あと何分ですか。あと何分ですか。あと6分です。あと6分、いくつでもできる。あ、オッケー、大丈夫。さっき聞いたやつだ。オッケー、オッケー、いけるわ、もういける。どこ何分だっけ。ダウンです。ダウン。そのままに染めて、ブーン、はい、これはもうずっと。あ、一番簡単。あ、選曲が素晴らしいね。やりやすいの選んでくれてるわ。いきますね。ねえ、うざい。ねえ、うん、オッケーです。最後に絶対言ってないもん。最後に。いや、楽しいからいい。全然、ね、いいからね。楽しいよね。はい、楽しいです。記録を出すことにやっぱ宣伝してる。あしらわれちゃってるから。一番大切なんだもん。うん、それはそうだよ。はい、じゃこれは、うん、はい、だけで OK です。はい、だけで OK です。はい、スローボールの。おい、俺がかぶって俺がかぶっちゃって、わかんなくて、わかんない、かぶっちゃってんのよ、ずっと。急に急になって出てきて、なんか動き止まってるよって思って、一応こう戻っていったら、もうすぐ始まったから。なんで、お前待ちだったんだよ、だから。これは、あ、これも行こう。あ、もう行こう。一人ずつ、こうやってやっていきますので。あ、オッケーっす。むずな。あ、自由にやればいいですね。自由に、もう自由に楽しくやることが一番大切だから、うん、こうやってやったら、なんかしてください。なんかしろやん、お前。じゃあ俺が2番手やるわ、じゃあ。そして俺が2番手やってやるよ、ほんと。あ、やるやる。すいません、行きます。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 2周目やんの。オッケーです、ありがとうございます。全然手入ってなかったよ、一瞬で。顔をずっと、顔すごい、顔だけ抜かれてます。顔だけ抜かれてます。香水とか。あ、香水いけるよ、俺ら。3分です。あ、3分いけるわ。いいですね、もう。あと10分と。はい、じゃ香水いきますね。香水は何する。歌うんだよね。うん、いや、これなんかたまんない。なんか受けたんだよ、よかったわ。なんか普通にやってたんだけどね、お父さん。普通に一生懸命今のはやってただけなんだけどね。お前それ普通真面目にやってるのに受けちゃったんだ。これがなんかめちゃめちゃいいみたいになって。これかっこつけてる感じ。いいんじゃない、いいんじゃない。普通に、あと2分で。何分。面白かったじゃない。面白かった、キモくて。キモくて面白かった。はい、いきますね。これはもう歌えばいいです。はい、いきます。え、ここかわいい。
だよお前。オッケーです。スポーツだよ、ほんとに。もうマジスポーツ。え、あ、そういう見たことある。なんか見たことあるかも。わかりますかこれ。ちょっとおじさんたち、それちょっと一回今、高尾さんの半分ぐらい残ったぐらいで15分ぐらい休憩欲しい。だから10分の企画なんだよこれ。じゃあこれ、はい。表がどっちだったかもしれない。じゃあ、ワオは何？ワオこれ？大丈夫？あいつだ、最後適当にな。ワオ何？ワオ何？逆転も分かんない。あと、絶対最後俺ら2人だけ取り残されるの。画面ない。え、絵がね、持たないのよ。全く同じことやってんだよ。ずっと何回も俺らこうやってやってね。なんか若手のなんか芸人さんっぽいから。最後、2人に感じたね。あ、で、これは、うん、ピース。あーいいっすね。余裕じゃん。ここ毎回なんだ。これ何したらいい、ここ毎回。フリースタイルの時間。全部同じことやってる。踊りのフリースタイルの時間が毎回あるのよ。全部同じことやってる。全部最高層だよ俺ら。はい。あと30秒です。あと30秒。わかん、まあいいや。一回やります。一回ね。なんでて、あともう一個ぐらいいける、あともう一個ぐらいいける、適当なのにもういけるじゃん。なんでもいい、オーケーなしで、オーケーなしでよ、全然いける。イエーイ、歌ってかった。はい、君のトリコリン、あらなんだなんだ、無理だよ、初めて聞いた。あ、君のトリコリンやったらなんなんて言うね。TikTok じゃないだろ。最後すごい良かった、最後のおじさんがなんかバーで歌ってるみたいな。え、でも結構取れた。何個取れましたか、ズバリ。ズバリとかじゃないけどね。はじめさんの畑は14だったでしょ。14、そこに俺らが勝ったかどうかってことね。はいはいはい、ということで、うん、何本取れたと思いますか。でも結構取ったよね。はじめさんが14本で、14以上取ったんじゃないかなと思うんだよね、うん、俺16いってたら、まあ、16、17ぐらいかなりやったんじゃないかなと。はいはい、では結果発表、まあ、お願いします。プルル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 ル変なの。俺今は一応祈ってただけなんだけどね。変なの、何そのポーズ。確かに祈りつつちょっとここマッサージしてるとこあったけど、そこ見てんじゃないのよ。みんなでこれやんのかなみたいな時にお前がこうやってなんか俺ら司会でお前がってやってた、やってた、俺やってた、ブルーンって一緒にやってた。知らないでやってたでしょ。いや一緒にやってたけどお前だけなんかその聞いてる人みたいだったんだ。いやじゃもう一回同じことやな。あー、もう一回同じじゃないの。結果発表お願いします。すいません。はい、結果発表。もう一回やるんだよ。何回結果発表すんのこのコーナー。いや、すごい。17個でした。おお、すごい。17。17個取れてました。これ良かった。いや、楽しかったしね。ありがとうございます。いや、選ぶのがね、早くて。俺らがね、しかもやりやすいの選んでくれてたから、すごい俺らもやりやすかった。ありがとうございます。今息切れしてるんですよ。いや、TikTok 撮ってた時全然息切れしてなかったのに、喧嘩発表で息切れしてるとハマちゃんよりすごいね。息できなかった。なになに、ごめんね、おじさん、この関係地に入ってくんな、お前は。なになに、ひなたちゃんに指示を出したのお前が。なんか聞いたんでした。なんで、なんで、今、TikTok 撮ったのを少しお見せしてみます。はい、ということで、今、TikTok 撮ったのを少しお見せしたいと思います。いやいや、ダチョウクラブになっちゃってんのよ、俺らが。いやいや、あなたも結構泣けないよ。あなたも動きないよ。TikTok で出てない部分出ちゃってるけど大丈夫？今だってずっとこうやって回ってるよって。俺見てた感じ結構クールな子だと思ってたけど、もう大爆笑して倒れまくって。でもね、それで見せてたらよかったね。まあ、分からんけどね。よかったこと。記憶失ったんだ。記憶失ったんだ。急にここに転生された子ぐらいの感じ。え、どこ？どこに？何？ここ気持ち悪いみたいな。気持ち悪い。おじさん二人がこういうの気持ち悪いみたいな。気持ち悪いってから気持ち悪いめっちゃ言ってたから多用してこ、なんか気持ち悪いって言うの、気持ち悪いなって。面白いよ。
きだって二人でいれば晴れたって喜びや悲しみも全て分け合える君がいるから生きていける幸せならほっぺたたこう幸せならほっぺたたこう幸せなら態度で示そうよほらみんなでほっぺたたこう夜めんどってラボレーションして夜めんどってラボレーションして別に金からの逆キュン。わあ。イエーイ。君のトリコになったらなんだなんだ。今見たんですかね。何が何が。だな振りしたもんね。ちょっと4日かってんの何なんずっとその後ろにもう。気持ちいいのよ。4日かりながらずっと撮ってる。すいません。ごめんなさい。はい、ということでいかがだったでしょうか。めちゃめちゃ楽しかった、めちゃめちゃ楽しかった、ほんとに今、視聴者にって言ったかなっていうぐらいの感じだったから視聴者にもなって言ったいや、いや、何いや、違うの、俺らおじさんすぎて聞いて、気持ち悪い気持ち悪いやつがいるなって多分視聴者さんに、そうですよね。2秒ぐらいに俺がめちゃくちゃ楽しかったです。いやいや、お前がさ、いやだから俺おかしいな。え、じゃなんか間を埋めなきゃいけないんすか。それで俺だから、あれ俺らが答えに乗って、分かんなかったじゃん。ひなたちゃんおかしいよって言って、じゃあ聞き方が、このおじさんに聞いたんだったら、どうでしょうかって聞いて。攻めるな、俺を。分かってなかっただろ、もう一回。じゃあ、ボール投げます。老人バッグで。使わないんだよ。いや、前に出方すぐもう怒られてるよ。怒られてる、なんなら、ひなたちゃん。ちゃんとやろう。ちゃんとやって。ごめんね、それはまず謝ってる。はい、はい。いや、聞いたことない、そんな。えかしら。えかちゃんみたいなね。わーいっていうの、なかなかないけどね。ごめんね、ちゃんとすればおじさんたちも。ということで、いかがだったでしょうか。うん、どうでしたか。合ってた、俺合ってた。で、どうだったの。いや、本当に、ここ最近の撮影で一番楽しかったです。めっちゃ楽しい。楽しかったよね。マジで、マジで楽しかった。俺ら14歳のことかかったのって思ってなかったんだけど。めちゃくちゃ楽しかった。うん、楽しかった。ありがとう、本当に。いや、なんかね、緊張したかなとか思ったんですけど、意外となんか楽しくできてよかった。はい、ありがとうございました。水溜りボンドさんの方でもコラボさせていただいたので、はい、動画が上がっているので、はい、そちらの URL も貼っておきますので、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで最後まで見てくれてありがとうございました。いいと思ったらこれチャンネル登録もよろしくお願いします。ではバイバーイ。バイバーイ。ブヒブヒブヒ。